大井高原と萩原雅人は不仲なのか、人気 M リーガー同士の確執とは。渋谷でまずのドラフト1位大井高原選手とチームライデンのドラフト1位萩原雅人選手、両名とも非常に人気の高い選手で M リーグ創成期から活躍をしています。一方でこの2人には不仲説が流れており、過去には大井選手が炎上したことも。今回の動画では大井プロと萩原プロの関係性について紹介していきます。 M リーガー大井高原のこれまでについて紹介。大井選手は1972年生まれの52歳で、5歳の頃に麻雀を覚え、10歳の頃には廃校率をマスターしたと語る麻雀の申し子のような存在です。高校卒業後は社会人として一般企業に入社したものの、20歳の時にプロ雀士の試合を見て刺激を受けプロ入りを決意。23歳で日本プロ麻雀連盟のプロテストに合格し、連盟の12期生でプロデビューしました。プロ入り3年目の1997年には新人王を獲得。さらに鳳凰戦も順調に昇級し、2003年には A1 リーグまで上り詰めました。他にも2002年には日本オープン優勝、2005年に王位獲得と、タイトルも取り始めた2006年に土田幸翔プロ、阿部孝則プロ、河野隆プロと共に日本プロ麻雀連盟を大会 CRMU の創設に携わり、2007年には代表に就任します。その後自団体のリーグ戦0勝利を5回獲得、麻雀日本シリーズも3回獲得、 RTD リーグ2016優勝など輝かしい実績を引き下げ、2018年から始まった M リーグでは渋谷でまずから1位指名を受けました。 M リーグの舞台でも大井選手はその強さを遺憾なく発揮し、初年度はリーグ MVP を獲得、2223シーズンでは悲願の M リーグで優勝を果たしました。またその間にも2020年の麻雀最強戦を制し、念願の最強位も獲得しています。名実ともに麻雀界において最強雀士である一方、近年は麻雀ファンを増やすため YouTuber としても精力的に活動し、自身のチャンネル「タカチャンネル」を通じて VTuber とコラボしたり、新域リーグの監督を務めています。M リーガー萩原雅人のこれまでについて紹介。萩原選手は神奈川生まれで、中学卒業を機に上京、高校を1週間で中退した後に渡米し、そこで見た映画の観客の様子に感動し、役者という仕事に興味を持ちました。日本に帰ってきてから新宿にある母親が経営するバーの手伝いをしていた際、たまたま客として来ていたドラマのキャスティングスタッフからスカウトを受けます。そのドラマで置引少年の役でデビューし、その後も多くの作品に出演していましたが、1990年のテレビドラマ「ハイスクール落書き2」がきっかけで一躍注目を集めるようになりました。その後はさまざまなドラマや映画に俳優として、また赤城やかいじのアニメでは声優を務めるなど、さまざまな演者活動を行っております。萩原選手が麻雀を始めたきっかけは、中学生の時に友達から誘われて、そこからのめり込んだと語っています。萩原選手が若い頃、俳優として駆け出しから売れっ子になるまでの20から30年ほど前というのは、まだまだ麻雀というものは印象が悪く、麻雀をすることを公言する俳優は少ない時代でした。実際に当時はマスコミからも悪いイメージをつけられて苦労したといいます。それでも麻雀を続けてさ、割れ目でポンヤモンド TV といった放送対局に出演することで当時の麻雀界を引っ張っていました。そこにはやはり麻雀プロだけでは視聴率や広告など数字を取れないという業界ならではの視点もあったと思います。そういった若い時代の苦労からプロ雀士という存在に否定的だったようですが、一方で放送対局で知り合ったトッププロたちとリーグ戦をしたり、麻雀最強戦にも出場するなど、年を取るにつれ態度は軟化し、麻雀最強戦に出場したり、麻雀駅伝などにも出場していました。そんな中で M リーグが始まる2018年、日本プロ麻雀連盟に入会し、プロ雀士萩原雅人となり、チームライデンからドラフト1位で指名を受けて M リーガーとなりました。M リーグでは成績を残せていませんが、見せる麻雀を標榜し、根強いファンを獲得しています。また M リーグ創成期には萩原雅人がいるというネームバリューでも、M リーグというコンテンツに対して多大な貢献をしていましたね。大舞台での挨拶やファンサービスインタビューでの受け答えなどは、他の M リーガーに多大な影響を与えたことは想像に難くありません。大井高原の一方的な片思い、過去に語っていた萩原雅人への気持ちとは、同学年で別のチームからドラフト1位で指名されたなど共通点がたくさんある大井選手と萩原選手ですが、この2人には不仲説が流れており、また萩原選手に対しての大井選手の発言が炎上したという過去もあります。ここからは2人の関係性についてより深掘りしてまいります。 M リーグが始まるもっと前の話ですが、大井選手は若い頃に、役者に負けるわけがないだろ、麻雀一筋でやってきた自分が役者に負けたら何の取り柄もなくなってしまうと
萩原選手に対して感じていたと語っていました。プロ雀士として麻雀一本で成り上がってきたプライドですね。一方で萩原選手は萩原選手で若い頃には日本プロ麻雀連盟と確執があり、自分は麻雀プロにはならずに、それでいて麻雀プロに勝つんだと尖っていたこと、ルミアキチャンネルに出演した際に語っていました。特に確執があった連盟のことは毛嫌いしており、当時大井選手も連盟所属だったこともあり敵視していたようですね。しかしながら大井選手は他のプロ雀士と違い陰口ではなく堂々と意見をぶつけてきたという点においてはリスペクトをしているとも語っていました。また萩原選手は若い頃にはさ、割れ目でポンヤモンド TV などの放送対局では自分が注目を集め麻雀界を引っ張ってきたという自負があり、それができていない麻雀プロを認められないという思いがあったようです。萩原選手は大井選手に対してというよりも麻雀プロという存在を敵視していたようですね。また2人は麻雀に対する考え方という点でも相反していました。大井選手の考える麻雀観は、勝負に勝つこと、強いことこそが正義、とにかく麻雀に勝つことこそがファンサービスにもなるという考えでした。一方の萩原選手の麻雀観は、視聴者を楽しませることが正義、見せる麻雀こそがファンサービスだという考えで麻雀を打っていました。これはチームライデンのスローガンにも通じる考え方ですよね。そうした考え方の違いもあり、特に大井選手は競技麻雀に寄っていたため、見せる麻雀ってなんだよ、負けた時の言い訳じゃないかと真っ向から萩原選手の考え方を否定していたといいます。しかしこういった考え方の違いを陰口でこそこそ言うのではなく、萩原選手本人にも直接ぶつけて話をしていたと語っています。そこには麻雀観は違えど役者という畑で名を残していた、萩原選手へのリスペクトもあったようです。生配信での発言で炎上を、萩原へのディス発言とは。そんな大井選手と萩原選手の関係ですが、 M リーグが始まってから炎上騒動がありました。2020年12月10日に行われた渋谷アベマズ公式チャンネルでの生配信中、この配信ではハイフビューアーを使って2020シーズンの試合の振り返り検討会を行っていました。その中で松本選手の対戦相手として萩原選手がいた対局の振り返りをしている際に、萩原さんはどうやったら勝てますかという視聴者のコメント、進行をしていた日向選手が拾い、それに対して大井選手が、麻雀勝てないやつは勉強してないだけとバッサリ切り捨てました。この発言が切り取られて炎上し、生配信後後日公開された際には該当の部分は削除された上で公開されていました。ただしこの件に関して言えば、大井選手の発言はディスる意図というよりは、競技麻雀界に身を置いているものとしての覚悟や自負から来るものだったと推察します。萩原選手が麻雀を全く勉強していないという意図があったわけでなく、自分は何よりも麻雀に時間を費やしてきた、一方で俳優業など他にも時間を取られる、萩原選手には負けられないという思いもあったのかもしれませんね。この炎上については大井選手の意図というよりは、切り取った人の悪意による炎上という認識が正しいかもしれません。現在の関係はどうなのか、お互いを認め合っているライバル関係、ここまでは過去の因縁や炎上騒動など不仲説について紹介しましたが、現在の関係はどちらかといえばお互いを認め合うライバル関係と言えるでしょう。萩原選手はルミアキチャンネルに出演した際に大井選手について、セルフプロデュースがうまく、そういう願望を常に持って麻雀プロをやってきた、そして今具現化できる環境にちゃんと自分を持っていったと、大井選手の現在の立ち位置とそこに至るまでの努力を認めていました。ただ麻雀が強いだけのプロ雀士ではなく、しっかりと名前を打って仕事を取れる、そういった部分については、特に俳優業という仕事をしていた萩原選手独自の観点でその凄さを実感しているようです。一方で大井選手も自身の YouTube チャンネルの配信中に、萩原さんは数々のドラマや映画で主演を務めるほどのトップ俳優、そんな方が麻雀をすることはリスクしかなかったにもかかわらず、麻雀界のために麻雀を続けていてくれたんだ、それなのに麻雀プロに陰口を言われていてかわいそうだと思っていた、俺は萩原さんに追いついて、ある程度同じ目線でちゃんと萩原さんと向き合える麻雀プロになろう、それくらい自分の知名度を上げようと昔から思って努力してきたと、萩原選手の存在が自分の糧になっていたことを語っています。特に麻雀というゲームが現在のような地位を確立しておらず、もっとダーティーなイメージをつけられていた30年前から、芸能人という立場にありながらも麻雀界を盛り上げよう、引っ張っていこうという姿勢を続けていた部分については本当にリスペクトをしているということを明かしています。また萩原選手が標榜する見せる麻雀というものについても、今ではエンターテインメントの重要性も理解できるようになったし、萩原選手の考え方もわかるようになったとも語っていました。
この辺りは特に RTD リーグそして M リーグができて、より広くたくさんの人に麻雀放送を見る機会が増えるにつれ、考え方が変わっていったようですね。また2024年2月に行った生配信の中でも萩原さんについてこう語っていました。萩原さんはドラフト1位で最初に芸能人で M リーガーになって、ワンワン叩かれた人だから、それでたくさん負けた人だから萩原さんは地獄を見たと思う。そこから泣きたくも泣いてを泣いてしたくもないリーチをして、もがいてもがいて今泥臭くやっているから。ちなみに萩はさ、何回も M リーグをやめようとしたと思うよ。有名な話だと藤田さんが止めたという話を聞くけど、俺は萩原さんは自分だけの意見で M リーグを続けているんじゃないと思っている。いわば俺たち麻雀界のため、あなたたち麻雀ファンのためにやってくれているところがあると思うよ。もちろん自分の意地もあるだろうけれど、ハギーが辞めるって言って藤田さんが止めたのは聞いたことあるけど、俺が辞めるって言って藤田さんが止めるかはわかんないよ。萩原さんの代わりはいないけど俺の代わりはいるかもしれないよ。麻雀の能力で俺の代わりはいないかもしれないけれど、なんか延長線上じゃん。例えば中林でもいいし、 YouTube なら渋川でもいいし、渋川の延長線上に俺がいるじゃん。俺になろうと思えばなれるかもしれないじゃん。でもさ、萩原さんの代わりはなれないじゃん。もう無理じゃん。例えば北野武さんの映画に主役で出るとか無理だろう。誰がなれんねんそんなもん、ととても熱く萩原さんの凄さを語っていました。前半部では若い頃はお互いに分かり合えなかった麻雀感を、今では理解して萩原選手本来の麻雀を捨てて M リーグに適応させるための勉強をした。見せる麻雀ではない部分で戦う葛藤を多い選手目線で話しています。後半部は自身と比較して萩原選手が M リーグというコンテンツでいかに唯一無二で変わりのない立ち位置に置かれているか、またそこにいることによる批判や苦悩を想像して語っていますね。萩原選手の凄さを伝えたいというリスペクトを感じました。最後に今回の炎上について SNS からの声を紹介します。大井さんはずっと競技麻雀の世界にいたから、見せる麻雀ってなんだよって思うのも納得。萩原さんって若い頃はもっと尖ってたよな。麻雀勉強してないだけっていう大井の発言は自信の裏返しで好感。萩原さんは萩原さんのやり方で麻雀界に貢献してるよな。 M リーグに萩原さんがいなかったら注目度はもっと低かったと思う。ハギーの麻雀は好きだけど競技としてはやっぱ大井さんに勝ってほしい。大井ってたまに調子に乗った発言するよな。それがなければすごい人なのに。萩原氏が M リーガーになってなければ岡ピア伊達ちゃんもなってなかったかもな。萩原さんの影響でファンサービスの大事さを学んだ M リーガーたくさんいそう。ハギーの麻雀はともかく麻雀界への貢献を大井が認めてるのは胸熱。このチャンネルでは麻雀に関する動画を随時アップしていきますので、取り上げてほしい話題などがあればぜひコメント欄にてお待ちしております。